こんにちは、アリチンチャンネルです。今回ですね、カプセルトイズのケロネン第2弾を紹介したいと思います。はい、前回も同じカプセルトイズのケロネンの第1弾を紹介しました。はい、前回はケロネンケロスを、はい、出ました。おー、いいですね。これカエルです。カエルのロボットです。エンジンが据えてるし。でカエル の背中の上にオタマジャックのパイロットが乗ってます。これ外してます。おー、はい、可愛いですね。はい、今回はこれ今日の第2弾です。じゃじゃーん。おー、いいですね。はい、おー、これ2ですね。はい、今回のこのカエルは、うん、竹山さんがデザインしたカエルですね。おー、はい、ラインナップは5種類です。いいですね。アリチン白いか、おー、はい、水色も欲しいですね。かわいい。いいですね。はい、今回はこのケロネン第2弾の遊んだ動画があるので、では動画ご覧ください。はい、動画いかがでしょうか。はい、今回は1回遊びました。おー、じゃじゃん。じゃあ、おー、ケロネン第2弾ですね。さあ、ちょっとカプス、ガチャガチャガシャポンは透明なので中身見れます。では、中見ます。1、2、3。じゃあ、緑です。緑ですね。はい、緑といえばこれですね。おー、こ、おー。はい、ではじゃあ開けます。おお、じゃじゃーん。はい、まず、おお、取説見ましょう。お、2番です。ケロネン第2弾ですね。じゃあ同じですね。おお、はい、構成は第1弾と同じですね。ラインナップは5種類です。お玉が乗ってます。で、あとは手とボディです。はーい、これを。手が動かせます。ボディが回転できます。頭が装着可能です。はい、おー、いいですね。ラインナップ、今回はアリチン、はい、3番のクロネン、うん、フォーカス、おー、回、おー、いいですね。かっこいいです。本当はこっち欲しかったですけどね。キャンディ、かわいい。かっこいい、白いやつですね。赤みよ。おお、じゃあ見ましょう。はい、じゃじゃーん。おお、かわいい。では開けまーす。はい、まずカエルですね。おお、竹山さんがデザインしたカエルのロボットです。エンジンが入ります。おお、かっこいいです。じゃあ手を動かしましょう。おお、手を動かせますね。あとボディも硬いけど回転できますね。はい、いいですね。今回はロボ、次はパイロットです。オタマジャック C のパイロットです。じゃじゃん。宇宙服を着てる。おー、いいですね。結構渋い色です。はい、じゃあ、おー、あ、いいですね。かわいい。おお、これもなかなかいいですね。お、注意と書いてありますね。コク、おお、はい、よくできてる。お、はい、カプセルトイズですね。ガジャポン。おお、これエンジンも、はい、前回の、はい、第1弾を、おお、色が似てます。 K というのはその竹山さんのマックですね。おお、あとコ、おお、これも K から始まる。いいですね。はい、目が同じですね。ちょっと色、塗装違いだけです。はい、おお、はい、後ろのエンジンはこうなってます。第1弾の方はこっちがあるんですね。お、第2弾はこれだけですね。ははー、いいですね。下は
あ、書いてありますね。おお。はい、ということで、では、じゃあ今からターンテーブルで展示します。カプセルトイスとケロネン第2弾です。はい、今回出たのは、はい、緑と黄色と、ケロネンのフカス貝です。おー、かわいいですね。では、拡大します。では今からプチジュラマで展示します。はい、森のプチジュラマです。おー、今ケロネンたちがパトロール中です。おー、かわいいですね。はい、ケロネンの第1弾と第2弾です。以上でアリチンちゃんでした。今回はカプセルトイスのケロネン第2弾を紹介しました。はい、じゃじゃーん。おー、かわいいですね。前回はアリチンケロネンを、はい、紹介しました。今回は第2弾です。はい、第2弾のラインナップはぐっすりです。おー、いいですね。アリチンケロネンキャンディがかわいいので欲しかったです。今回出たのは、はい、ラインナップ3番目のケロネンのフカス貝です。おー、はい、じゃじゃーん。おー、緑と黄色。おー、フカスのフですね。おー、かわいい。フカスの貝です。はい。ですね、これ、おたまじゃくは、装着はできま、あ、取り外せますね。あと、手も動かせます。おー、こういうふうに。で、ボディも回れます。あー、いいですね。かわいい。今回もかわいいですね。前回は、K です。おー、た、竹も、おー、かわいいですね。両方とも。おー、今度第2弾はどんな色か、カラーで、ちょっと楽しみにしてます。いいですね。はい、ということで、では、チャンネル登録お願いします。またね。バイバイ。